何の根拠もないのに女性差別する人ってすごく世間知らずですよね。別に男女問わず完璧な人間なんていないし、マジで嫌な奴は5人に1人ぐらいいるような感じなんですよね。女性差別する奴はリアルで女性と関わったことすらないのが丸分かりですね。別に僕はモテない男だし、モテないのは普通だと思いますがね。